セミファイナル初代フライ級キングオブパンクラス決定戦3ラウンドを行います。なおこの試合は規定により時間切れの場合マスト判定を行います。青コーナー158センチ 56.7キロ、パンクラス戦績6戦5勝1敗、フライ級2位江泉拓也。赤コーナー172センチ 56.9キロ、パンクラス戦績14戦6勝5敗3分け、フライ級1位綱部光久。ルビー松宮、サブルフリー和田梅、ジャッジコス。さて、いよいよ初代のフライ級キングオブパンクラシストが決まるこの一番です。前田選手、はい、待ちに待ったこの綱部にしてみれば、はい、大舞台です、はいはい、どうですかこの盟友を前にして。なんか僕も今ちょっと緊張してますね。はい、まあ、それに対するは新鋭の江泉拓也であります。はい、江泉選手もまあ相当強いと思うんでね、はい、その簡単な試合にはならないと思うんですよ。まあ、このところは打撃で非常にいい戦いを見せているのが江泉、はい、そして綱部光久はいわゆるプロレスラーを自負しながらレスリングに徹する男、あるいはパンクラス沖縄のスピードスターという異名を放つ綱部光久、そしてセコンドには元パンクラシストでもあります石井大輔の姿もあります。そしてこのディファ有明もただならぬこのテンションになってきている。さあ、セミファイナル初代フライ級キングが決まる戦い、綱部光久対江泉拓也。画面左が綱部、そして部門会というスパッツに描かれているのが江泉拓也。お互いにまずはこの距離を見合っていく。さあ、前田選手、はい、緊張の火蓋きっとされましたね、これね、はい、先に仕掛けるのはどっちか。おっと、先にローを出した江泉。おう、そうフックを出していくフリッカー気味。さあ、早くもここディファー有明、この会場では江泉拓也の応援コールも鳴り響いています。やはりおっと、まず攻めていく、そして盛り込んだ、タックル捕まえていった。投げますよ、さあ投げますよ、どうする、落とした、どうした、これを待っていた綱部光久。しかしながら結果今首元に腕がかかった状態ですが、これはどうですか、大丈夫ですかね。これはまあおそらく大丈夫だと思うんですけど、あんまり締めさせたらしんどいですよね、はい、そうですね、はい、さあ、まず綱部はここから首を抜きたい。このあとプレッシャーを抜くために、おっと抜けそうですね。これで体勢を直されて、頭をもう一回深く抱え直されたらちょっと、はい、面倒くさいですよね。そうですね、はい、さあ、しかしこのうるさい足をうまくパスガードをまずしていきたいが、おっと、しかしここでまた足が戻った。今ガードの中に戻された状態です。さあ、首は外れました。下からすごい足効きますね。そうですね、プレッシャーかけるよ、プレッシャーかけるよ。さあ、先ほどのオープニング A にもありましたけども、お互いの上背差は随分とあります。綱部光久は172センチに対する江泉は158センチです。ちょっと効いたですかね。あ、効いてますかね、蹴り上げが。あ、なるほど。さあ、下からの煽りが怖い。それをうまく対抗りながら上から落としていくパンチ、綱部光久渾身の打撃を落としていく。綱部綱部光久、初めてパンクラスに立ったのは2001年6月のこと。おお、江泉選手すごいですね、行ってきますね、下から来ますね。まだ綱部がこのパンクラスのフィールドに立った時にはオープンウェイトの頃よって、当時最軽量であった綱部光久にしてみれば非常に高いハードルの世界、見上げる選手ばかりが戦っておりました。さあ、しかしながらこの軽量級というシステムが作られ、あるいは改正され改善されながらもフライ級が制定されて、ようやくこの綱部光久が長年培ってきたもの、あるいは思い描いてきたものを
実現化させるためのまさに須鍋のためのステージかもしれません。落としていくボディ、さあ振り届いていく、これ須鍋もう一つなんかサイドに振ってみたりしたいですよね、これね。そうですね、いやでもこれで十分いいと思いますよ。落としていく、はい、だいぶ重いやと思うんですけど、これでもういいと思いますよ。今でもこの状態でもやはりリーチの差が随分あるんで、これ須鍋有利ですね。有利ですね、おっと、これ足が来た、これまた外していった、大丈夫、外します。でも蹴り上げきますよ、すぐ怖い。さあそれをサイドにうまく回りたいのが須鍋、足は抜けたのか。抜けましたね。あ、今サイドに移行しました、パスガード成功。ここからです、須鍋ちょっと左腕を戻しときたいですよね、そうですね。さあおっと、これはまた元に戻されたか、非常にうるさい、下からも江泉拓也。第1ラウンド残り時間1分、群馬は総合格闘技部門会において日々この総合格闘技あるいはストライカーとしてのトレーニングを積んでいるのが江泉拓也であります。そもそもはこの組技を得意とする選手よって、あのグラウンドの攻防においても全く遜色を感じません。リスタート立ち上がった、さあこの立ちの時にはやはり須鍋ちょっと若干気をつけなければいけませんよ。このところやはり打撃で押してきているのが泉です。まあ、強い出しった取れたな、おっと取れた、須鍋勝者、須鍋光久念願のチャンピオン。待ってました、須鍋光久、1ラウンド4分35秒、ノックアウトによりまして勝者赤コーナー須鍋光久。さあ冷静になってまずは結果をお伝えします。1ラウンド4分35秒、ノックアウトにより須鍋光久が見事チャンピオンを手中に収めた。ベルト体感さあ、そして解説席の前田義郎選手、おっと、これは今子供を抱き上げました、これは須鍋のお嬢さんです、須鍋の、須鍋のお子さんです。さあ、嬉しいでしょう。いや最高のひとときを味わっている須鍋でした。やりましたね。そして解説席でも最高のひとときを味わっている人がいます。前田選手どうですか。いやもう最高ですね、はい、いやそして今お互いにこの讃え合う姿、まあこの感極まりあるいは喜びも収まらないところではありますが、ここまで歩んできたその全てのものを今夜ぶちまけました須鍋。続いて認定式を行います。フライ級キングオブパンクラシスト認定式を行います。はじめに STC グループ取締役会長広瀬隆コミッショナー代理から認定証ベルトを授与いたします。広瀬コミッショナーよろしくお願いいたします。認定証初代フライ級キングオブパンクラシスト須鍋光久殿、貴殿は本日 FIFA 有明においてキングオブパンクラス実行委員会が認定するフライ級ランキング2位江泉拓也総合格闘技道場部門会との初代フライ級キングオブパンクラス決定戦で見事勝利を収めました。よってチャンピオンベルトにその名を刻し、初代フライ級キングオブパンクラシストとしてここに認定いたします。2009年6月7日キングオブパンクラス実行委員会コミッショナー吉村忠久代理 STC グループ株式会社スタッフクリエイティブ取締役会長広瀬隆。続けてベルトを授与いたします。さあそして今須鍋光久の腰に念願のベルトが収まりました。見事勝利いたしました須鍋光久選手には勝利書状といたしまして健康体力研究所様から CFM 吠えマッスル 1kg
ヘインズブランドジャパン様よりチャンピオンプロプラス T シャツ、怪我に泣いた日もありました。株式会社マーシャルワールドジャパン様より商品券が贈られます。なかなか思うようにトレーニングのできない日に泣いたこともありました。しかしそれではひたむきにひたむきに歩んできたこの男だからこそ、この新設フライ級の初代のキングのベルト巻くことができたわけです。まず先にこの試合を受けて自分とバチバチの殴り合いをしてくれた江泉選手、どうもありがとうございました。16年間このベルトに憧れてこの競技をしててやっぱ良かったなって思います。今までいろんな奴らとやってきたんですけど、前田芳郎笑いすぎやお前は。このベルトの価値を高めるように頑張ります。で、自分の試合の前に同じフライ級の選手が何か言ってたんですけど、そいつもぶっ倒します。とにかく自分がこのベルトを腰に巻いていることを皆さんに感謝したいです。どうもありがとうございました。さあ喜びもひとしお砂目光久、これまでこの瞬間のために戦ってきました砂目光久。